はい、こんにちは。こんにちは。二人で。はい。はい。どこにする？なんかこっち。こっいつできたの？7月4日、チェックしてすれば、まあ、結局同じような感じになってるな。1番と2番にして、うん、でデザートセットにする。そうそう、1ナンバー1とナンバー2でセットをデザートセット。このお店なんて名前？ R&A バーガーショップ。おお、はい、R と A。あ、違います。あ、 R と A が何だろうなと思った。子供の名前です。おなんでこう思って。なるほど、分かりました。はい、はい、すいません、ありがとうございます。こちらがプルドポークのプルドトッピングと、こちらはアップルチーズのプルドトッピングですね。はい、はい。はい、ハンバーガーいきます。プルプルプルドポークバーガー1270円です。ソースはこうやってかけておくのかって、こっちかしら、ポテトのソース、どれ、行ってみよう。
気楽や。おやし本ケーキの方だよ。5番。あ、こっちです。5番。はい。はい。すごいね。お肉さ、ブロックしなくてすごい爽やかでさ、すごいハーモニー。私すごい大好きな今日が。美味しいのか美味しい。ねえ、綺麗な味なんだよ。なんだろう。もっと油っぽかったりすることよかったりするし、ないのよ。油の、なんていうんですか、ブランドとか使ってるんで、すごく、なんていうんですか、口の中がさっぱりする油ですね。ね、そうでしょう。なんで、コーサとかは、そう。極力、ね、そうなの。どうしても、僕、牛苦手なんで。うん、これもブーさんだね。牛じゃなくて、ブーでこんなにっていう。前のバンタン系も、トロトロハンバーグって言って、あれだったんですね。豚 100% のやつやってて、そこでやっぱ豚美味しいなって。ねえ、なんか牛に豚のほうがいいんじゃないっていうのちょっとありました。よかった。デザートいきます。これがこれが何だっけか。5番ストローベリーシフォンケーキ、サンド丸ごと、いちごとベリーのダブルソースです。そしてこれが何番？4番。チョコシフォンケーキサンド、
丸ごといちごソースとチョコソースのコンビネーションです。ね。おお、コンビネーション。いいね。美味しかったですよ。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。あ、雨だ。